遠藤航さん、今季プレミア最高の契約トップ10にランクインした。 A メディアは、プレミアリーグの今シーズン最高の契約トップ10を発表した。デクラン・ライスやコール・パルマーなどチームの顔となる選手が選出される中、5位に選ばれたのが遠藤航だ。同メディアは、彼はクロップを含む全ての人に衝撃を与えた。この日本人 MF は崩しのプレーの達人であり、ポゼッションでは周囲の選手が活躍できるようシンプルに保つとコメントしている。シーズン終了時にはさらに順位上がってるかもしれない。世界最高峰のプレミアのビッグクラブでこの活躍、スポーツニュースも久保だけでなく遠藤をもっと取り上げてほしい。遠藤が現在の調子を維持したままリバプールが3、4冠達成したら、シーズン終了後にはダントツの1位になります。年間 MVP なんて取ろうものなら号泣してしまうわ。逆に誰こいつ？から始まったから、逆への振り幅の大きさで評価されてる面もあるよね。滝なんかは活躍する前提で入ったからね。スパーズ、アーセナル、リバプールはほぼ全員当たりだったな。チェルシーに行ったカイセド、エンソがランクインしていないのが笑える。遠藤をコスパが良いって感じの記事が多いけど、金額問わずプレミア上位のリバプールで中盤の核になっている。移籍金抜きにしてもトップ3くらいには入りそう。コスパ良しだけではないんだよな。遠藤が寄ってくるとデブライネが逃げていった。パフォーマンスだけでも賞賛に値する。さらに遠藤はブンデスからの移籍で適応してるからかなりすごいよ。